虎の前足を動かしましょう。虎の前足は A につながっている M モーターで動きます。虎の前足を動かす前にスパイクプライムのモーターについて一つお話しします。モーターには白い丸と黒い丸が書いてあります。この2つの丸でモーターがどこまで回っているかがわかります。白い丸は0の場所を示しています。時計で言うと12です。黒い丸はどこまで回っているかという場所を示しています。時計で言うと針です。時計は1周を60分に分けていますが、モーターは1周を360に分けています。単位は度です。ここなら45、ここなら180、ここなら270といった具合です。では虎の前足の話に戻りましょう。前足のモーターを40のところまで回すと虎は歩く姿勢になります。75のところまで回すと座ります。0のところまで回すと立つ姿勢になります。ではプログラムを作っていきましょう。まずはモーターを回すスピードを決めます。今回は30にします。次にこのブロックをつなぎます。これは指示した場所までモーターを回すブロックです。 A 最短経路で40を選びます。最短経路とは近道という意味です。時計回りと反時計回りで早くたどり着く向きに回ります。40は歩く姿勢になる場所ですね。続いて制御パレットからこのブロックをつなぎます。これはそのまま待つブロックです。歩く姿勢のまま1秒間待ちたいので数字は1のままで OK です。これを繰り返して座る姿勢と立つ姿勢もプログラミングします。これで完成ですと言いたいのですが、もう一つ大事なポイントがあります。このままだと座る姿勢になった時に体の重さに耐えられなくてモーターが余計に回ってしまいます。私たちは腕立て伏せや腹筋をしている時に体が重くてバタンとなってしまうのに似ています。そこで体の重さに耐えてそのままの姿勢でいられるように一つブロックを付け加えます。ここを押します。これはさらにいろいろなプログラミングをするときにパレットにブロックを追加する画面です。今回はこれを選びます。チェックマークが入ったら×で閉じます。パレットの一番下にモーター拡張というブロックが追加されました。選びましょう。この中からこのブロックを選びます。はじめに決めておきたいので、ここに入れます。A 位置を維持を選びます。意味が少し難しいので、こうやって選んでおくとモーターが止めた位置のまま動かないように頑張ってくれると覚えておいてください。
これで本当に完成です。虎の前足を動かして姿勢を変えてみましょう。